先ほどの作戦はモーサの作戦通りといったところか。すげえ。飛び出してきたフェスティバルを捉えるような、もうなんかあの当たり前のように当てるんですけど、空中で捉えるんですよ。しかも、あ、なかった。下に当てて。ゲップがやばすぎる。強すぎでしょ。何やっちゃってんのマジで俺。爪待ちをするんであれば、それを上回る意志のゲームで見せつければいいと。そういうばかりのデッキ。がやばい。やべえよこれ。フラウラを入れての進行になりそうですかね。ただ挟まれるところはありますからね。カーボラ構えている。うまい、落とせないようにした。シーズが入る。オペレーター。フラッシュフラッツだったよな。タイミングで打ったのかな今。そっちを待ってから使えるんですね。出てきそうなタイミングで。コスミックディバイドを張られますかね、この後は。おぉ、サイトオークのレオ。おぉ、ボースター。やばい。うわ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 やば。うわうわ、何今のフリック。グレネード展開ありすぎたな今本当に。おお、素晴らしいプレイ出しましたね。なんちゅういい試合してるんだ。先を打ち抜けヘッドショット。ちょっと落ち着いたリフレッシュをしようと試みているところに、このエーリング一方的にね、少しこう体がはみ出て抜かれてしまう。これ何？いろんなプレーでちょっと削られちゃったのがもったいなくも感じましたね。今のオペ結構重い場面なのにね。外したら負けてたかもな。あれな。やってて結構球が当たってるなら。と先ほどの試合でもう準備万端なので、まあどのマップが来ても問題ないです。ありがとうございます。あと昨日レオ選手誕生日でした。あ、it was yesterday。あ、it was yesterday。昨日、そうですね、誕生日です。ハッピーバースデー。おめでとうございます。おめでとうございます。昨日か。まだ若いんだよね。レオ選手も今チームボーサーの皆さん、あの楽しんで試合に臨んでいただければと思います。頑張ってください。グッドラック。ハブファン。マジですごいよな、19歳。何やってたかな。まあゲームしかしてないと思うけど、何してたかな。ゲームしかしてないけど、ね、若い時ゲームしかしてない時だわ。ゲーム以外ゴミだと思ってた。全てにおいて、人生において無駄だと思ってた。ネットゲーム依存症だった。今回はあのゴミだと思ってた、マジで。全てがこの世の全てが本当にそのぐらいだって。やばかった俺。ゲームやってないともう気が狂っちゃうんだよ。本当に頭おかしくなっちゃって。うん、パソコンの前にいないと冗談抜きでやばかったな。いるんですよ。ロシアはちょっともうちょっと待ってほしいね。ロシアっていうか、あのゲームは今まあちょうど対戦準備中。例のゲームは正直もうちょい待ってほしい。24ぐらいまで待ってほしいわ。いや、もう予定は全部何も入れてないの。たる、あの周辺は上げれないわ。本当に勘弁してください。24日以来俺何もないね。1月の中旬ぐらいまで。そしたら僕の分これ何も手入れない。バルもワイプ来るか。バルワイプ来たらやるわ。なあ、バルもワイプ来たらやるって話をしてたんで今。さあ結果的にはまあそのまま、バル持ってなんすか。スキンワイプだよ。全悪金がサイファー。スキンとランクワイプ。スキンワイプくんの。えぐくない。スキンワイプくんの。ワイプ来たらやるわ。ああ、やるわじゃあ。ワイプ。スキン全部揃えるのってどんぐらいかかるんだろう。俺を見せちゃダメ。それゆえさんが確か全部今集めて100超えてんじゃなかったっけ。そんぐらいすんだ。確か当たったサイドチームミニとしては使えるのは1本だけですけど。そうだよね。使い切れねえ。でも今あれあるんだよ、スキンのシャッフルみたいなのがあって。あれ、スキンのシャッフルってマイランドだったっけ。1ゲーム後とか、はい、そのレイドで持ってけんのは1本だけどね。ラウンドごとに変わるとかだったらおもろいかも。切りました。確かに。まあ俺もそう思ってた。それできないんだ。できないと挟まれないような環境っすね。なんでキツネうどんじゃないんですか。天ぷらそばの気分なので。裏切りの音。そこが耳。どん兵衛は売り上げナンバーワン。いなかったことに東西だし比べ。土曜日に横浜。なんかツイッチ昔さ、うん、配信開始したら勝手にツイートされるような設定あったよね。あったね。
なんかいつの間にかなくなったよね。なくなったんだっけ、音ちっちゃいな。あ、なんか俺も今日音ちっちゃいかも。配信の音調整むずいよな。まあミラーだと特にね、大音の音がでかい分にはいいけど、ちっせえともうそれ以上。俺結構聞こえないですって言われるいつも。何飲んでんの？そりゃあビールっしょ。嘘でしょ。いやマジ、いや嘘、もうさ飲みたいけど、飲んでいいんだったらいいんじゃん。広くないだろ。いや別にいい、いいっちゃいいんじゃない。いい、うん、別にいいんじゃない。問題発言しなければ。あーそこは大丈夫。俺多分リミッツ今んとこ何しても OK やん。うん、いや大丈夫だよ。な、何しても OK やん。うん、何しても大丈夫だよ。さあもう続いていきましょうか。さあゴンさん、ゴン選手、はい、どうですか、緊張とかされますか、どうでしょう。いやめちゃめちゃ緊張してます。実際緊張してる。いやめっちゃしますよ、やっぱ普段やんない人たちなんで。はいはいはい、うん、はい、もう横の不安点もあって。阿出さんちょっとそれ、あのなんだろうな、オンラインのこのズームゲーみたいなやめてもらっていいですか、阿出さん。すいません、ちょっと、はい、消えかかってる。ちなみにゴン選手どうなんですか、皆さんでのこの練習とか何回かあったりしたんですか、話し合いとかも含めて。練習とかはもう全然ないですね、一応ない。もうぶっつけで、もうやっぱり僕たち結構上手い人たち集まってるんで、はい、別になんか適応力はあるかなっていう。お、さすがでございます。さあ続いてデプ選手。どうもどうも、デプ選手どうですか、今日気合入ってますか。まあまあ入ってるですね。まあまあ、相手チームミニコーチですけど、ちょっとまあね、同じ、まあ、チームメンバーのね、テン選手とかいたりっていうところですけど、はい、なんかこう意識してる選手とかいますか、デプ選手の中で。いやないっす、いないっす。いない。でもディールさんとかどうなんですか、関係値あるとはね思うんですけど。ありますね。うん、まあちょっと先輩、まあディールに見せつけてやろうかなって感じですかね。いや特にないっすね。特にない、ごめんなさい、うん、なんか全部僕が天に超えちゃった。もう天には負けねえぞみたいな、格付けしたるぞとかそういうのはないと。ないっすね。ない、いつも通り。どういう感じでじゃあ今日プレイしたい。どういう感じで今日プレイしたいですか。今日は何だろう、なんすかね、ジュニアさん、なんすかね。おいデップ意外にしろ。今日はそう、リハーサルじゃねえぞデップ今日は12月16日そして28なんで結構強そうですよ、はい、今日のデップさんは。あ、強いらしいです今日の俺は。ありがとうございます。なるほどね、はい、じゃあ強いらしいということでこの間からレバさん通りだな。さあジュニアコーチ、はい、さあチームジュニアどうですか。そうですね、まあ先ほども言いましたが、うん、まあすごくあの燃えていたりとか、まあ色が失われていたりとか、うん、攻守のバランスは取れてるのかな。いやどっちもストリーマーね。チームジュニアの皆さんありがとうございました。良いお年を。良いお年をじゃないんだよ。ありがとうございます。太田さんのいつもの締めコメントだから。